マリネリス峡谷とは、火星の赤道に沿って伸びる巨大な峡谷。マリナー峡谷とも呼ばれる。1971年に火星探査機マリナー9号により発見されたため、この名が付けられた。なお、峡谷ではなく、渓谷と呼ばれる場合もある。マリネリス峡谷と東側の大洪水地形を含む、 周辺地域の地形図長さは 4000km、深さは 7km に達し、幅は最大 200km であり、太陽系でも最大規模の峡谷である。地球上の代表的な峡谷の一つである、グランドキャニオンが長さ 446km、平均深度およそ 1200m、幅 6km から 29km であるのと比べると、はるかに大規模である。 マリネリス峡谷はタルシス地域の東側にあり、火星の赤道に沿って東西に伸び、その距離は惑星の表面の4分の1近くに達する。マリネリス峡谷は西側のノクティスメロと呼ばれる入り組んだ地形に橋を発する。峡谷内の領域にはそれぞれ名前が付けられており、西から東に向けてイウスタニ、メラスダニ、 コプラテスダにエオス国といった領域が存在している。東側は最終的にカオス地形を含む大洪水地形の地域へと消えており、それらは最終的にクジュセ平原へと続いている。マリネリス峡国は火星表面にできた大きな地殻変動により形成された割れ目だと推定されている。峡国の形成は西側のタルシス地域で主に発生し、 その後の広範囲な侵食で地形が広がったとされる。しかしながら、東側の円では水、または二酸化炭素によると見られる流路の形跡が確認されている。バイキング探査機が撮影したマリネリス峡谷。左側の筋状の地形がノクティス迷路。中央の膨らんだ部分がメラスダニ、右下がエオスダニである。マリネリス峡谷は、 以下のような複数の領域から構成される。西側から東側にかけて印。2001マーズオデッセイが赤外線で撮影したマリネリス峡谷。ありがとうございます。